オロナイン H 難攻、オロナイン H 難攻、オロナイン H 難攻は、大塚製薬工場が製造、大塚製薬が販売する、皮膚用抗菌難膏剤薬、第二類薬品である。オロナインの原点となったのは、アメリカ合衆国の製薬会社、オロナイトケミカル、オロニテケミカルが製造した、殺菌用消毒剤である。オロナイトは、 スタンダード・オイル・カリフォルニア社の一部として設立された製薬会社で、現在はシェブロングループのシェブロン・オロナイト・カンパニーとなっている。社名はスペイン語の黒い金から来ており、原油を意味する。当時、三井物産からこれを何かに使ってみないかと持ちかけられ、社長の大塚製紙が難航、半固形系タイプの外用薬として売り出すことを提案した。 この背景には当時ペニシリン軟膏やメンソレータムといった大衆薬がヒットしていたことがあり、この分野に参入することで安定した売れ行きが期待できるとの目論みからであった。早速、当時本社があった徳島県の徳島大学の3人の教授に依頼して1952年に完成、1953年に販売にこぎつけた。商品名のオロナインは、 オロナイトの社名から採用されたもので、1965年に発売された炭酸飲料のオロナミンシードリンクのブランド名のヒントにもなった。オロナミンシードリンクと共に大塚グループを支えている看板商品でもある。商品名は当初はオロナイン南攻だったが、1969年に オロナイン D 軟膏に名称を変更。現在のオロナイン H 軟膏となったのは1972年からである。この H は軟膏の成分の一つ、ヘキシジンに由来している。商品のパッケージも基本的には初売りされた当時のものをベースとしているが、これはいつも使っている人にとってはマンネリでホールかもしれないが、パッケージを変えてしまうことで安易に 商品イメージを変えてしまうとお客様がわからなくなるためということで発売当初からの商品イメージを変えずに売り続けることこだわる大塚の企業姿勢を表している発売当初は効果をユーザー自身で試してもらいたいということで当時珍しかった宣伝カーを使ってのキャンペーンを展開し人気を集めるが匂いが問題視されたため売り上げが一旦は伸びむその後 全国の子供たち向けに2 5ム入りの試供品をプレゼントするサンプリングキャンペーンを行ったり、また品質の改良などに取り組んで再び売上が倍増した。なお、大塚製薬のシンボルマークである大塚ロゴは2007年に CI が導入されて新しいロゴマークに変更されたが、東南港のパッケージは CI 導入以降も旧ロゴマーク丸囲みで おつかと記したものを引き続き使用している2007年以降取扱説明書やテレビ CM では新ロゴマークで表記。2015年チューブタイプの容器が金属製からラミネートチューブに変更された。初代広告キャラクターは映画君の名はの共演コンビであったサタケージと騎士稽古を起用しキャッチコピーは君の名はオロナインだった。また、 大村今主演のテレビ番組、トンマテング、読売テレビ制作。日本テレビ系では劇中に、オロナインの生 CM を入れるなど、知名度はさらに躍進した。キャッチコピーは、聖はオロナイン、名は南高。大村の劇中での役名は、商品名をもじった、おロナイ南高、オロナイ南高だった。テレビコマーシャルメッセージでは、松山陽子、にわ千恵子、か山よしこ。 ナトリユーコ、トンミョウリサといった女性タレントが起用された。ちなみに、なにわチエコの起用は、本名、何光キクノの読みに由来している。特に名トリが担当した CM でのコピー、日本の手は知っています。はその後も長きにわたり使用された。また、1960年代中期からは、いわゆる放浪看板での宣伝活動も展開された。長年、h に。 エッチとナを振っていたが、1990年代に入ってカナ表示が取れた上に広告でも、エチと発音されるようになった。2003年には、オロナイナン膏発売から50年ぶりの新商品として、スプレータイプの消毒液、オロナイン液が発売された。オロナイン液の発売以降、CM では、女性タレントではなく、クレヨンしんちゃんの野原しんのすけや、 チビマルコちゃんのマルコといったアニメキャラクターが採用された。2009年以降は、働く手を褒めようをキャッチフレーズとしたドキュメンタリー仕立ての新 CM シリーズが放送されている。取材は消毒薬のグルコン酸、クロルヘキシジン液、クロルヘキシジングルコネートである。他に、止血薬のラウロマクロゴール、ローラマクロゲルズ、乳化剤のポリソルベート80、 ポリソルベート80、止血剤の硫酸アルミニウムカリウム、ポタシウムルーマナムスルフェート、秒板が添加されている。なお、昭和40年代初頭から半ばにかけ、本剤の長期使用によって唐川翔様の症状が出現する、いわゆる、オロナイン皮膚症が問題となった。結局当時の軟膏機材に含まれていた非イオン、面活性剤の脱作用によるものであることが、 判明し、難航機材は、オロナインエイチ難航から改良されている。適応症は尋常性座層、ニキビ、吹き出し物、顔面単純性シーナヌカシン、畑、熱症第一度、やけど、軽いもの、闘争、ヒビ、赤ニレ、各種外傷、足白線、水虫、大部白線、タムシ、コブ白線、陰菌、頭部白虫となっており、殺菌消毒に、 有効な主成分が、熱症、外症や細菌、心筋感染症に効果を示す、とされている。ただし、湿疹、皮膚炎群や、中止症、虫刺さ,されには使用は控えるべきである。また、化粧化については、医薬品であることから使用しないこととされている。さらに、第2度以上の熱症、糖症や湿潤傾向の強い白落も、死患型白線などは使用できない。 発信、発赤、かゆみ、腫れなどの副作用が出る可能性があるが示されてきたが、発売後50年以上経過した2017年10月、新たにショック、アナフィラキシーが追加され、話題となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。